はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、ワンピースオデッセイ、パート4かな、やっていきたいと思います。ということで、謎の男についていけ。そうか、アディオに。アディオのとこ行けばいいんだけど、ちょっと待ってね。その前に、まずは、こんにちは、リムちゃん。かわいいね、君。初めて見た時からかわいいと思っていたんだよ。君のことは目につけていたよ。何？海賊は嫌いなの？歌？海賊やめない？これ何？なんか、あと1個しかないけど大丈夫？なんか補充した方がいいんじゃない？これ、飴。大丈夫ですか？てか、この形状だとこの飴出なくないか？まあ、あまり野暮なことは聞かない方がいいか。これちょっと周り探索とかちょっとしたいな。ブルクよ、ほほほほ。私はここで皆さんお待ちしております。ブルクは、なんだろう、これ今回なんかの理由でブルク作れないのかな？それかこういうグッズを出したいのか？あー、ダメー！行きたいのに！行けない！こっちは？こっちなら行かしてくれるでしょ。ありがとうございます。ここにはガラクタしかなさそうね。あー、でもなんか使えそうだけど、樽割ったりとかできないのかな。あー、ダメです。もう絶対行かせねえと。絶対行かせないこのすごい確固たる決意が見えますね。あー、でも、あ、そう、まあいっか。まあどうせ呼び止められる。じゃあ行こう。アディオ、アディオス！よ。ここが俺の小屋だ。少し窮屈かもしれんが、くつろいで行ってくれ。大きいの？ここか？うわ、うまそう！やべ、今もう、今お昼時なんだよ。腹減ったー、マジで。うわ、これ、飯テロだ、美味しそう。この肉全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。ありがとうございます。でっかい、これ、オレンジ、レモン、どっちだ？本当に一人で全部食ったのかよ。これぐらいだったらルフィ全然食べれそうだよ。すげーな。簡単に耐えらげちまった。こういう装束パクって一口の気がするけど。洞窟に行きたくなったら声をかけろ。案内してやるぜ。アディオは一緒にやってくれ、戦ってくれるのかな。失った力を取り戻す。アディオと話せ。うわー、とんでもない難易度のクエスト来たわ。やべー、これパート何ぐらいかかる。アディオに話しかけるまでどんだけ時間かかるんだろうな。これ上に上がって、なんか上に絶対あるでしょ。キングダムハーツとかで言うとここら辺に結構重要なの入ってる。2階は寝床みてえだな。ここは随分合宿、ほんと硬そうやな。硬そう。あ、でも絶対これあった。宝箱何かな。ブロンズバット。え、ブロン、あー、多分コウモリか。びっくりした。なんかバットゲットしたのかと思った。お、こっからさっきの橋と洞窟が見えるぞ。あの炎のやつ、ここまでは追って大丈夫。さっきずっと追ってこなかったから大丈夫よ。この絵、この島を描いたものかしら。ん？この絵？あ、これか、これか。あー、なんかラピュタみたい。なにこれ、なんか描いてある。なにこれ。え、嘘つきノーランド。え、なんだろう。ウソップ、ウソップ。お前、ウソップの巣窟だったのかこれ。降りれねえ。くそ、降りたいのに。ゆっくり降りるしかないのか。まあ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 。で、他にもちょっと探索したいところちょっといっぱい絶対あるんだけど、まあでも動画だからカットして。あ、宝箱！イエス！サザエさん？サザエ船長のペスカトーレ。まあ大体基本的にご飯かな。これは話すことは一緒。アディオと内海へ行くんじゃないの？行きますぐ。はい、ちょっと待って、人にはね、探すべき時があるんですよ。これ走れないの？走れないね、これ。この中、こういう場所だと。なんか走、なんかブーっていう。あ、走れた。あ、降りると走れるんだね。さあ、一番高難易度。アディオに話しかけるという、この高難易度。いけるか。よっしゃ！案内、ちょっと待って。こっちに光ってるの見たのよ。ここ。あった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 、これ。こういうのちゃんとね、ゲットしとかないとね。絶対こういうのは後で大切になってくるから。で、どうせあとは何、あ、待って、こっちも気になるじゃないですか。いや、なんかいっぱいあるぞ。何？なんぞやこれ。よく見るけど、これは何なんだ？タクシー？なんかの標識みてえの？あー、トラベル的なやつか。多分。なんか、移動簡単になりますよ、みたいな。そういう感じかな。これは？今、アディオの元、いやいやいや、あ、これなんか休憩するところか。なんか体力回復みたいな感じか。で、これが？ここにも太平洋が待ってるのか。家の周りに何個か転がってるけど、この様子で全部使い物になりそうねえな。なんかが襲ってきたみたいな。なあ、ダメなの？いいじゃないの。もうアディオちゃんったらもうケチ。行きますか。じゃあアディオ、勝負だ。勝負じゃない。案内してくれ。さあ行くぞ。さあ、これでようやく戦闘になるのかな。レベル上げとかもできるの嬉しいね。じゃあ行くか。
準備はできてるな。はい。アディオが合流した。アディオス。アディオも一緒にやってくれるの？アディオも？冒険で出会った人の中には同行して手助けをしてくれる人もいる。指示はできないがバトルに参加してありがたいね。おアディオ、後ろからウソップ打ち殺してくれ。よし、行くぞ。まあでも多分アディオどうなんだろう、本当にサポート的な感じなのかな。この道をまっすぐ行くと、中に出る、動物はその先だ。オッケー。後半の動物で力を取り戻す。まあ力取り戻すって言っても多分なんかなんだろう、ちょっとずつさ、この道をまっすぐ、ピストルとかを覚えるとかそういう感じだと思うんだよね。一気になんか元通りとかではないと思うんだけど。この変わった島の名前、あなたが知っているのかしら。ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。ワフルドっていうところで、まあ、なんだろう、何かしら、だから伝説の島だからいろんな海賊が行き着いてるっていう感じなんだよ。多分能力奪われた、能力奪われたバギーとか出てくるのかな、もしかしたら。どうなんだろうね、みんな、なんだろう、その記憶の世界なのか現実の世界なのかっていうのがすごい気になるところ。うわ、来た、いるんじゃない動物。ワッフルド、どっかのフリー RPG の名前みたいな、ハロルド。あのペンギンちょっと、あ、サザエと戦いたいな、あのサザエ。いや、なんか、やばい、貝系が食べたくなってきた。サザエのつぼ焼きとかめっちゃ食べたいんだけど、ツウガイとか食べたいな。うわ、めっちゃ綺麗じゃないこれ、すごい。島の内側はこうなってたのね。うわ、これ待って、これさ、PS5 でやりたかったな。 PS5 持ってないからな、僕。悔しい、 PS4 の限界か。いや、すごいね、十分だけど。うわ、どどどどど、死ぬ、バリ、俺死んだ。これあっち行ける、あ、行けるわ。待って、でもあっちがどっちが正規、あ、こっちが多分正規ルートだよね。ちょっとこっち行ってみよう、なんかあるかもしれない。おっとっと、ちゃんといろんなところちゃんと行かないと。あれ、おっとっと、あ、そうか、悪魔の実の力が今あれか、ゴムゴムの力を忘れてるからか、そういうことね。だから行けないんだ。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。でもなんか敵意がないとも言ってたよね。また襲ってくるかもしれねえ、お前ら気をつけろ。これはおそらく触れたらエンカウント的な感じか。敵に触れるとバトルが発生する。バトルで経験値を獲得しレベルを上げよう。敵が一味を発見すると頭上に赤いアイコンが表示され襲いかかってくる。なお一味のレベルが上がると襲ってこなくなる敵もいると。なるほど。敵の背後から接触してバトルすると最初のターンは有利に進められるが、背後から襲われてしまうと最初のターンが不利になるので気をつけろと。じゃあ行くぜ。ちょっと戦おう。これはちょっと一戦目ちょっと見せたいね。まあなるべくね、もう戦いすぎた敵はちょっとねカットはするけど、これはちょっと最初らへんは見せたいね。おーら、何やってんだ。よし、勝負だ。お前の頭でクイズをやって、こっちにピンポーン、ピンポーンってやってやるよ。先生のダンス、初回攻撃のクリティカル。なるほど。クリティカル率が上がった。こいつだ。ああ、畳みかけるぞ。これはおそらくまだスキルは使えない感じだな。おっと、敵と一味は交互に行動する。全員が行動し終えると一旦終了となり、行動済みのクルーもまた行動できると。じゃあ、まあウソップ行くか。ウソップ、お前の力を見せてみろ。ウソッ、えいさー、あ、強いじゃん。あれ21、まああれだね、もう全然攻撃痛い。あーん、40結構したな。じゃあルビー、ルビー頼むぞ。どれぐらいの力か。ほら、31、だいぶ弱くなったな。ルビー頼むって、ルビー打撃効かないはずだろお前。どうしちまったんだルビー。いやー、エリア行くぞ。ゾロで、ほら、やっぱゾロが攻撃力一番高いな。などう、なんだろう、あっちにしなさいよ。まだいる、まだいるわ。こっちか。あー、でもこれパワーだからちょっとこれ変えるか。だったらニコロビンでいいのか。2個いくか、多分2個ロビンでいいよ。よし、さあ行きます。ゾロとタイプが被るんだよね。そこで、これで多分、抜群じゃないけど与えることができると。オッケー、よしよしよし。まあ今別にナミさんとかでゴリ押しできたけど、ちゃんと戦い方を知っておきたい、ね、興味があるならあなたもどうかしら。全力で遠慮させてもらうよ。絶対嫌だよあんなの。男性にわかる。あれ、あ、レベル上がらなかった。
1回でレベル上がるかな。そうか、なるほどね。ゴルドも使えなくなってんだね。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。あれは鶏か。いや、どう見てもペンギン。そうだ、ペンギンだよね。でも確かに鶏って言われると確かにな。いや、ペントリなんだ、ニワンギ。うわ、来た、いた。いやー、助けて、お願い、ごめんなさい。やるしかない。ほら、ってこいよ。さあ、属性はなんだ。属性というか、その程度なら俺に任せろ。お、分かった。じゃあウソップ、お前に全て任せていいか。これタイプなんぞや。あー、スピードタイプ。スピードタイプだったらパワーがいいんだよね、これ。ルフィと、サンジか。まあでもこれはまあなんとなく属性は分かったから。ほら、よし、27。じゃあウソップ行けんだろ、お前。俺に任しとけって言ったから、ちょっとウソップに任せるわ。来いよウソップ。違う、切られる覚悟が。ほらウソップ、お前信じてるぞ。行け、よーし、いいぞ、素晴らしい。オッケー。俺様は勇敢なる海の戦士、キャプテンウソップ。もっと強くなるぞ。キャで切ったろかなと思って。あ、オッケー。 HP が TP 上がって、アタック一気に増えたな。もともと何だったっけ、47レベルの時2000何とかだったっけ。やったー。ウソップはなんかなんだかんだちょっとね、ずっと使っていきたいキャラなんだよ実は。HP はゼロにならない限り戦いを続けられる。テンションポイントは、スキルを発動させるのに、まあまあこれは大丈夫だよね。大丈夫大丈夫、これはさすがにわかります。バカな私でもわかる。これってさ、戦闘させてなくてもレベル上がる？それちょっと見ときたいよね。じゃないとなるべく全員を戦闘させたい。あれは風車の残骸？でもどっかで見た気がする。え、どっかで見た？海賊船のあれか？なんかスクリュー的なやつ？なんだ？あれが洞窟か。え、二手に分かれてる？いい感じの場所じゃなさそうだ。二手に分かれ、いやーこれもうこう絶対こっちにさ宝箱あるんだって。もう宝箱なかったら僕坊主になるわ。あー、くそ。あー、じゃあ俺分かんなかったら仕方ないよね。じゃあ仕方ないです、坊主に。ね、いやもうなかったら本当に坊主にする気だったんですけど。宝箱。なんかありそうだったね、今。なんか赤いの見えたよね、今。ちょっと秒差で今消えちゃったけどさ。ちょっと行くか。さて、ここだ。今の自分たちの力を試すといい。はい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れ。てか、アディを一緒に戦ってくれなかったことない？あれ？なんか、一緒に戦ってくれますみたいなこと言ってなかったっけ？あれ？説明で一部の。今の流れ、アディを一緒にやってくれるわけじゃん。アディオース！よし、行こうか。ね、徐々に不安定とバレるから。そうだ、これを持っていけ。今のお前たちには必要だろう。お、エナジーアップル、超人気！会ったばかりの俺たちに随分とご親切だな。裏があったらただじゃおかねえぜ。ただのおせっかいだ。まあいらねえなら受け取らなくてもいいぜ。まあ何かしら裏はあるんだろうけど、悪いやつでは本当になさそうな気がするな。もちろんそんな親切心でやってるわけではないね。さっきの最初の頃のさ、パート2ぐらいのムービーもそうだったけどさ、まあ悪いやつではないけど利用しようとしてる感はすごいある。よし、じゃあ行こう。ちょっと待って、でもちょっとチョニキ使いたいな。チョニキは貴重な回復役だから。あ、でも一応、あ、でも3時で様子見るか。ね、その出さなくてもレベル上がるのかっていうのを見ときたいから、サンジ好きなんだけど、ちょっと一旦サンジ、ちょっと他のキャラクターがレベル上がるまでサンジちょっと馬車にいてもらおう。どうしてもゾロとちょっと被るんだよね。ルフィゾロとさ、パワータイプで、まあそのあれか、スピードタイプの敵が来たら、まあ全員パワータイプのサンジ、ルフィ、ゾロで戦って、チョニキが回復役とかでもいいかもしれない。湖畔の洞窟。おー、なんか広い、すごい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 。なんかあれだね、謎解きありそうじゃないこれ。明らかに自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがある。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど。かっこいい、突き上げる海流ノックアップストリーム。今度からそういう突き上げる海流って時を使う、日常生活で使う時言うわ。そんな時ないか。もっと詳しく調べないと、まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。
お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど本当に安全なんだろうな。アディオを信じろ。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。はい、アディオいないよね。いなかったよね。え、なんかボ、まああまり言うのやめるか。なんかボスが、あ、なに、まあ、まだかまだか、まあ多分移動できるんでしょ、どうせどうせ。そうなんでしょ、知ってます。じゃあまだこれキャラチェンジってできない。操作クルー変更がまだ、そうだね、ベー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 なんで多分できないね。これはこれは海洋類を模したもの、把握したもの。これを作った人たちは海を崇拝していたのです。興味深いわね。あ、かわいい、今、ロミンちゃんの笑顔が。ロミンちゃんの笑顔で俺は頑張れる。あ、そして私はセーブできません。しかし、体力回復です。体験版ではセーブ機能は使用できません。オンノー。これやるために毎回僕、ペガサスジェイクルほどにならないといけないと思って、ちょっと楽しそうだね。待って、これ。もうこれ、アリオが止めることないからね。こっち行くんじゃねえって言われないから気楽だわ。よし。これはパニック!やばいって、もうネタ要素がいっぱいだって頭がパニック。どこ、どれ、あ、ちょっと待って、サザエ、あ、これアイテム名なんだ。あ、こういう感じで多分あのサンジが料理作ってくれるんだよ多分。味方全体の HP、 めっちゃ強くない。バトル時3ターンの間味方全体の守備力が 10% 強い。 TP100 回復。あー、なるほど。じゃあこれ今後あれだね、本当に重要になってきそうだわ。サンジのさ料理、まあ多分サンジの料理だと思うんだけど、でこれを多分このサザエのペスカトーレを作るためにこのね、艦長の肝みたいなこういうやつとか粉麦とか必要になってくるんじゃない多分。あ、いいねこれ。うわ、楽しそうだ。パニック、これだ。これ何に使うんだろう。よし、じゃあこのまま上行っていいか。他調べるとかないもんね。よし、行きます、参ります、飛びます、行くのです。素晴らしいです。お、宝箱です。ちょっと見て、あれ宝箱じゃない。こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、出来すぎた話で怖くねえか。いや、だってまだ序盤だし宝箱の説明をする意味でも置いたんじゃないんですか。なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー、ずいぶん古いもののようね。あ、来た。アクセサリーは装備するとステータスが強化される。強化されるステータスはアクセサリーごとに異なる。装備方法はメニューを開いて装備を選択し、任意のアクセサリーを選んだ後丸太を装備する。戦えるに、なるほどなるほど。アクセサリーはキャラボードの枠の中にはめて装備する。どういうこと。はみ出さなければいくらでもアクセサリー。ロックマンエクゼだプログラミングだ。もし組み合わせに悩んだ際はお任せ装備。ああ、お任せが一番なんか僕使っちゃうタイプだな。守備力48。まあでも今回はちょっとちゃんとやろうか、お任せじゃなくて。え、あ、もうできてんのこれ。装備できて、あ、できてる。お任せ装備になってるの。これでいいんだよね。できてるよね。そうだね、これでいいと。まあ次ちょっとゲットした時にもう一回ちょっと見てみようか。アクセサリーちゃんとやってみよう。多分今はこれ装備されたから、ここら辺も全部持ってきゃいいのにこれ。この上は特にない。じゃあ行くか。こっちか。行きまーす。登るときにペガサスチェイクルほどになります。そろそろうるさいです。あそこ何か光ってる。なんだあれ、俺たちから抜けてたキューブじゃねえか。あ、あれか、真ん中のこの距離じゃよくわからねえな。黄緑っぽいやつ。取りに行こう。で誰かのキューブをゲットしたら、まあ一かけらで、例えばなんかサンジの見つけたら、そのサンジの何かだけスキルだけゲットできるみたいな、ああいう感じじゃないか。じゃ、行こう。あ、目の前じゃん。まあ、最初は多分ルフィか。いや、大穴。まさか崩れたりしねえよ。ウソップだと思います。あ、てか、ちょっと待って、思ったけどさ、フランキーって、フランキーも戻されてないよね。まだ触れてないもんね、フランキー。今回これ、フランキーが鍵を握ってるんだ。フランキーだってまだレベル47のはずじゃん。フランキー連れてこようぜ。てかさ、僕あのさ、最初の頃のあの、宝箱、まだずっと気にかけてんだけど。あの、いいだーいって言って取れなかったやつ、あれ気になるんだよな。とりあえずこれ取ろうか。
Oh my god! Oh my god! もう帰れなきゃ、もう宝箱取りに行けねえ。しまった、今これ悩んで戻ればよかった。あの宝箱気になってた。戻る道を探さねえとな。クソ、てめえはおとなしくしてろマリモ。余計道に迷っちまうだろうが。これフルボイスってすごくない？喧嘩しとるバイクは今は道を探すのが先でしょ。まったく。だから山口勝平さんがさ、その声アテレコっていうかさ、それにさすっごい期間がかかったみたいなこと言ってたんだよ放送で。ほんとその理由がわかるわ。よし、これ誰のだろう。スカンクか。うわ、びっくりするぐらいブサイク。なんだ、尊敬するレベルだなこれは。いや、でっけータヌキだな。ウソップどうした、俺に顔が似てるって言いたいのか。俺とそっくりだ、鏡だって。なるほど、タヌキじゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。でしょうね、これはでしょうね。道を開けるつもりはねえようだな。道を開けろ。邪魔すんならぶっ飛ばす。やるか。さあ行くぞい。いいな、奇跡的。あ、でもそっか、スキルないんじゃん。え、殴り合い。うわー、いっぱいいる。どうしよう、勝てねえよ。無理だ、諦めろ、逃げようぜ。無理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 。なんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。いいじゃないですか。すいません。何、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えない。あ、そっか、崩すまではちょっと様子見してくれてたんかな。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。行くか。じゃあこんな奴らに負けてられるか。技ないもんな。で、敵がこれはスピードタイプか。スピードタイプだったらルフィでいいね。ルフィゾロはこのブロンズバットで行くか。はい、サンキュー。よし、うわ、え、なんこれ、ぶっ飛ばしでスキルダメージ当たることができるんだ。攻撃した時に確率でぶっ飛ばしが発生し、同じエリアの敵にダメージを与える。小さな敵や自分より低いレベルの敵はぶっ飛ばしやすい。なるほど。え、じゃあこれエイサーはパワータイプだからいいね。ウソップいけるね。で、スキルはないからウソップ、ウソップ、うん、仕方ない。いけ、ウソップにしてくれ。よし、悪いが加減するつもりはねえ。パワーだ。ちょっと待てよ、じゃなくてできれば、あれ、あれ、これ変えれないっけ。あれ、選択、あれ、移動できない。あれ、移動できるよね。あれあれ、まあいいや、とりあえず倒すか。まあゾロは攻撃力高いから基本的にゾロ弱いな。ああ、びっくりした、出血したのか、ぶち切れたのか。じゃあちょっとチョニキはな、チョニキまだ回復に取っときたいから、チョニキ一旦交代して、ナミさスピードタイプだから、スピードは3時か、3時で行こう。3時と切り替えて、で多分弱点ではあると思うんだよね、3時が。行くぞ。で、エイサー、あれ違った。思ったよりダメージ食らわない。痛くない、強いな、ゾロ強くね。ボコボコビンタ、これ多分ボスっていうよりあれだな、なんかマサルキス。痛い、もっとこっちの方が強いじゃない。ちょっとボスの方が弱いってどういうことよ。それは許されませんね。行くぞ、サンキュー。いいぞ、倒した。あ、てかあれだったな、しまったな、そのサンジが馬車にいてレベル上がるのかどうかっていうのをちょっと見るの忘れてた。ほら、でえいさ、あ、そっか、敵がそのいないときにルフィは移動できるってことか。これ移動できるときって、だからこのときに移動できるのか。だからゾロは移動できないんだ、一回こっちに移動したら。そういうことか。じゃあこれでゾロでおしまいよ。え、やばい、助けてくれゾロー。いや、強いゾロ、ゾロ強くない、ゾロ大丈夫この子。ちょっと使用禁止してもいいんじゃない、なんだったら。コックに逆らうとどうなるか、こっからあれか、ちょっと落ち着くんかな。じゃあサンジ君行こうか。ほら、そして最後ウソップ決めろ、キャプテンウソップ。なあ、勇敢なる海の戦士よ、行くのだウソップ、倒せと思ったけどやっぱり君に引きよ。よし、さあレベルがこれで
これで馬車のキャラクターもレベル上がるんじゃないか、さすがに。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。エイサー、エイサーの記録、え、エイサーの、みんなの役に立ってみせる。あ、チョッパー、あ、でもこれ一回チョッパー出たからな、わからんだそれは。ゾロ、ナミかロビンが上がったら馬車でも上がるってことだけど、あ、上がる、あ、よかったよかったよかった、オッケー。馬車にいてもレベル上がるわ。でしかもまあほぼ同じ簡単、多分経験値一緒だ多分ね、わかんないけど。馬車に、よかった、戦わなくてもレベル上がってくれるのはありがたい。ボクさん、しま、キロです、キロです。あの島、マノコ、ここ止めろ。今の声、今の声、待って、なんでだよ、上陸し、なんか今こ、今島に近く、嵐、ね、黙って飛び降り、監視を。あ、でもさっき、あれか、あの政府的なやつかな、おそらく最初に話してた仲間になんねえか、俺の仲間になれ。ダメか、トレクルであのキャラ参戦みたいなそれはあれだな。よし、じゃあちょっと次回これ撮ろうかな。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ということで、じゃあここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあ次回もぜひ見てください。バイバイ。